こんにちは、こんばんは、桜鯉です。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。はい、今日は、タンブラーを買ってみました。こっちはステンレス20、こっちは昔テレビでやってて、バーナーで炙っても中の氷が通れない、溶けないという国産の新潟市燕市の堀江のタンブラー、チタン製です。これはドンキホーテルの情熱価格798円の、これも国産のステンレスのタンブラーです。どっちが朝までちゃんと氷がどのぐらい残ってるかちょっと実験したいと思います。これ届いたのでチタンタンブラー、これ1万1000円しました。木箱に入ってます。楽天ポイントで、ただで買いましたけど、楽天ポイントがやっと貯まったので買いました。そしてこれがドンキホーテで売ってるステンレスのタンブラー、二重になってますね、タンブラーだから。この今暑くなってくる時期にどれだけ氷が溶けずにいけるか試してみたいと思います、このタンブラーで。じゃあとりあえず氷を入れていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個入れますか。こっちも同じ数、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1個ちょっとかけてから、これで水の量も同じ量で入れないと比較にならないので、同じ量を入れていきたいと思います。はい、とりあえずこっちがどのぐらい入るか。はい、100入りましたね。こっちも同じ100入れていきたいと思います。はい、これでどれだけ氷が溶けずに持つかやっていきたいと思います。この1万1000円で買った堀江のタンブラー、チタンタンブラーと、ドンキホーテで買った情熱価格のステンレスのタンブラー、どっちが持ちがいいか、私の知ってる人に聞いたら、この1000円以下のステンレスのタンブラーでも普通に朝まで氷が残ってるって言ってますから、まあ堀江のもしかしたらこんな高いの買わなくてもいいかもしれません。まあテレビでバーナーで炙っても全然溶けない、国産で唯一すごいタンブラーがあって、昔やってたの見てやっとポイントが貯まって買ったので、ちょっと実験します。じゃあ8時間後。はい、タンブラーの氷の結果です。今日はなぜか暑くなって31度になってしまいました。なので、8時間持つ予定が4時間で溶けています。両方ともステンレスもチタンも両方ともタンブラーほぼ同時に溶けてるので、あえてこの高いタンブラーは買わなくてもいいと思います。これ1万1000円、こっち780円、ほぼ変わりません。ほぼ同時に溶けました。ちょっと今日は暑すぎて、冬だったら、朝まで、夜酒飲んで朝までは持つと思うんですが、もう溶けてしまいました。なのでそんな高いタンブラー買わなくても、多分二重になってれば一緒だと思います。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。